青木の文青木の文昭和24年12月28日は、明治から昭和の家族、政治家。松岡藩知事中、山新印の四、男として生まれ、旧朝田藩主、死者青木重義の養子となる。夫人は、川口武貞の次女、楠木枝。子は、青木信武、青木宇つ。土壌動物学者の青木純一は、宇つの子である。 貴族院議員を50年にわたって務め、最大会派研究会の指導者として活躍した。明治17年、養父の死去により、家督を相続、その後学習院、東京法学院で学んだ。明治30年に、貴族院の死者区議員に選出され、以後昭和21年3月25日に隠居により、辞職するまでの長きにわたってその地位を保った。また、東武鉄道や、 二重生命など多くの企業の役員としても活躍した。大正時代、研究会の事実上の指導者であった清浦敬吾の組閣失敗後に従来の研究会の方針を批判して指導的な地位に立つ。青木は従来の研究会の理念の一つであった超鮮主義を否定して、政党との協力と貴族院内における勢力の拡張を目指した。その結果、 長年の敵であった立憲政友会の現内閣が成立すると、これを支持して大木園基地司法大臣を入閣させる。だが、自身は原敬氏からの閣僚就任要請を辞退して、日本銀行漢字のみを受けた。以後も、たびたびの閣僚就任要請に対してはこれを辞退して、鉄道会議議員や内閣審議会員。 住宅営団幹事といった、いわゆる古文的な役職のみを務めた。その一方で、研究会のイメージを高めるために、この絵踏丸を招聘したものの、清浦内閣の成立に関与しながらこれが倒れると、五賢三派と手を結んだ、青木のやり方に憤慨したこの絵に離反されるなど、青木ら指導部の政治手法に対する不満から内紛が生じることがあり、研究会は、 貴族院最大会派の地位を保ちながらも次第に政治力を低下させていった。ありがとうございます。